はい、皆さんこんにちは。ワナリミルビッシュです。では今回は信長の野望大使続きをプレイしていきましょう。真田幸村でのプレイになります。で、前回少しお話しした部分にもなってくるんですが、基本的な戦略はまず好戦的かつ獰猛な伊達を、攻略しておこうということで、伊達攻略をメインの戦略に据えてプレイの方はしていきたいと思います。で、そのための施策としては、一大伊達包囲網を形成しようということで、今回は進前から行っていきます。まずは、最上に新しく進前の大使を送り、蒲生氏郷に対してはすでに進前中。で、一旦ストップしてしまっている佐竹家に対しても、再び進前を行っていきましょう。同盟が可能なところまで行っていきます。で、それと並行してですね、伊達軍は相当強力です、正直言って。なので、これに対抗するために、大規模な歩兵をかけておきましょう。かしこまりました。何かあってもきっちり対応できるようにっていうところですね。かしこまりました。なんで、兵糧も収穫が減るし、多少なりとも、お金もピンチにはなるんですかしが、こまりました。それでも、伊達を倒すにはそれくらいが必要だっていうところですね。なので、しばらく方策、かしこまり表まし情でた。採用する意見に関しては、商業とか農業ではなく、中心的には、軍事系を採用していきましょう。で、あとは今3つの大名に対して進言を送っているので、お金がね、常に線を切らないようには注意していく必要があります。では進めていきましょう。で、最上が戸沢に出兵ですね。で、おそらくですね、伊達が遅かれ早かれ攻撃を仕掛けてくるのは目に見えているので、できればこちらから先制攻撃を仕掛けたいなというところですね。お、信行兄が里見に出兵ですね。これを見るとすでに久留里城が氏康によって包囲されているんで、この後信行が万騎城を制圧すれば、里見はまるっと信行の支配下に入りますね、家臣団が。で、佐戻竹りとまはし同た。盟が結べるようになった戦は略ずをな指の示すで、る。この後すかさず同盟を申し入れましょう。ご命令。で、最優先はこの証券か進しこ出まりでますした。ね。で、さらに生産性の高いところでは種まきを入れておくとすごくいい効果が得られるよっていうことなんで、そうすると大高に種かしまこきしまりておまきしまた。しょう。で、佐竹に対しては同盟の締結を申し入れます。少なくても、伊達よりも先制攻撃は仕掛けたいというところは変わらないので、いかに早く伊達に対して先制攻撃を仕掛けられるかですね。で、義重とは同盟が結べたので、この後は蒲生ですね。蒲生、最上と順々に同盟を結んでいきましょう。
で、早速、義満とは通商協定が結べるので、通商協定を結び、相変わらずお金の減りが激しいので、軍事と、あと商業に関しても少し力を入れていった方がいいかな。よく考えたな。これにて表情を終わります。この策はいかがでしょうか。で、金山証券成長上昇症、まあ、そもそも領内に金山なり鉱山なりがあったのかっていうね、そこの調査からしないといけないな。ちょっとこの後忘れないうちに領内の巡察を行いましょう。で、最優先でやっておきたいのは商業がちょっと足りないかとなると、小仁田隊は入れておこう。この後大軍を動かすんで、その時にね、ちょっと足りないと困るなっていうところなので、あとはこの後援軍を頼んだりするときにも交渉術は欲しいんで、交渉術入れておきましょう。で、方策公案、これも欲しいんで入れておきます。これでね、方策がいろいろ提案されてくれば結果的に国力が上がってくるんじゃないかなっていう期待です。では商業ですね、効果が高そうなところを優先的に行きましょう。もがみはあと2ターンぐらいはかかりそうな感じかな。んで、豊臣が本願寺を攻略。報告いたします。先月の収支です。まあ、足軽をね、大量に雇用している分、少し金銭の収支が良くないなっていう感じはしますけど。じゃあ、最上に対しても同盟を申し入れしましょう。信行兄が佐竹、里見を攻略しましたね。よし、外交上これも最上と同盟が結べる状態になりましたというところなので、最上とも同盟を結び、まあこれで反包囲網が結成できた形にはなりましたかね。反包囲網が結成されたらさらに親善を送っておきましょう。どこと親善するかだな。戸沢、いや、伊達伊達に送るのはナンセンスだよな。まあ、できちゃうといえばできちゃうんでしょうけど、そうなるとだ、織田、上杉。違うな。いや、この反包囲網のままなんとか乗り切るか。体制的には。かしこまりました。で、小高での兵の集結というか、その歩兵状況はどうなってるかというと完了してるね。よし。で、次のターンで7月になるんで、そしたら出兵しましょう。先制攻撃あるのみ。報告いたします。先月の収支です。
宮戸収支もプラスになったな。まあ、だいぶ大規模に防衛をかけたんで、まあ、確かに増強はされたんですが、その分少しお金に不安が出てくることにはなってしまったかなってとこですね。内規がやっぱりあれですね、若いっていうのが違和感あるよな。あの真田丸のイメージがどうしてもついちゃってますからね。では座商人をやっておいて、エリゼにも行けるね。あ、そうか、あの領内の巡察をしようしよう言っててしてないですね。しましょう。かしこまりました。で、その領内の様子なんですが、どうだ？馬さん。まあ、ここに馬がいるよね。他は特にはないかな。いや、あるね。温泉があって、お寺がある。岩政寺で合ってるかな、読み方。ちょっとね、東北地方ってあんまり行く機会がないんで。地理に少し疎いところはあるかもしれないんですが、詳しい方いればね、あの間違ってるよとかね、合ってるよとかって教えていただければありがたいです。で、そしたらいよいよ出兵をしていきましょう。交渉で、すべての交渉が済んだでいいんだよね。婚姻も締結できる？婚姻しとく？雪村に？最上の？吉姫。吉姫すっげえ可愛いんだよな。ちょっとこの1個前のサムネイル見ていただいた方、まあ今はですね、この雪村に差し替えてあるんですけど、もともとあのこの大使両乱をプレイするにあたって作った、一番最初に作ったのが全然プレイ内容と関係ないんですけど、この吉姫を中心にしたサムネイルを作ってたんですよ。これね、もう僕の個人的な趣味で大変申し訳ないんですけど、吉姫をもらい受けましょう。これはね、はっきり言って伊達に渡すにはもったいない。吉姫は俺がもらう。かしこまりました。とした上で、何がしたかったかというと、宣戦布告です。伊達に対して宣戦布告を行って、真田の軍略、味わうがよい。吉賀茂が味方につき、佐竹も味方につき、もが見事味方につくという状況ですね。で、早速、防衛をかけていきたいところなんですけど、その前に、最上とはですね、さっき婚姻同盟を結んでいるんで、結ぼうとしているんで、婚姻同盟がなった後に起こした方がいいな。ちょっとタイミングが早かったかな。よし、吉姫が。報告いたします。真田家に。雪村家に入ってくれたなぁ。信繁も幸せ者だなぁ。もうあの顔のタイプで言うと、もう吉姫みたいにちょっとね、目がつり上がってるあの女性が大好きなんで、もうドンピですね、本当に。じゃあ援軍を要請して、一気に伊達をひねり潰しましょう。で、山形城にすると、ちょっと待ってね、そもそもどこに誰がいるかっていうのを見てから援軍の要請をした方がいいよね。山形城は誰が入ってる？城主義満が入っているね。米沢城は氏里が入っていて、で、太田城は違うな、義重が欲しい。こっちだ。よし、場所は分かった。なので援軍の要請をバリバリしていきます。まずは義重。鉄砲戦か。結構こうぼったくるな、鉄砲戦って。鉄砲高いですからね。まあでも、佐竹はどうしても欲しいんで。あとは、米沢ですね。これで氏里が出兵してくれるんで、兵糧2200は痛いですが、渡しましょう。で、吉光は山形城で、兵糧2500。いや、婚姻してるのに兵糧2500よこせって言うかな。まあ、しょうがないね。では、これで、出兵していきましょう。
場所だよね、場所。えぐっていきたいんで、できるだけね。決戦する場所が、兵力優位を生かしたいんで、その、いわゆる制約を受けないところで戦いたいですよね。よし、これでいこう。で、一旦全部解除して、最大の戦力を持って挑みます。まあ、少しね、消耗は激しくはなりますけど、兵糧収入は次のターンでドカッと入ってくるはずなので、耐えましょう。かしこまりました。まあ、いよいよ伊達との大戦になるな。これに勝利できればだいぶ変わるけど、なんといっても伊達軍はね、武将が、まあ、言い方悪いですけど、どいつもこいつも先月の収支です。トップクラスの能力値を持ってる連中が集まってるんで、命令。まともに戦っても結構きついんですよね。おっと、しまった。証券の進出を、うかつにも忘れてしまいましたが。さあ、まずは陣をどっちが取ってるかだな。そこ結構重要ですからね。特に政宗のような軍勢とぶつかるときは、士気が下がりやすいんで、味方も。お、陣は取ってるね。問題は、どの陣を張るかだな。まあ、本陣切り込みが一番いいんだよね。私の力、お見せしましょう。で、切り込み隊を誰にするかというのが、そうなってくると重要で、切り込み隊は、いいね。吉重で決まりだ。これでいこう。で、両翼を騎馬隊。まあ、これなんかポケット戦国みたいだな。で、敵の方は角翼の陣を引いてるんで、中央突破で政宗の本陣を叩くという作戦かな。政宗は2000。小十郎、成光、北ちゃんも出てきてるんだな。いや、強力だな。こっちは、義満、義重、幸村、氏郷。この辺りを中心に戦っていくしかない。敵の兵装をちょっと見るの忘れちゃいましたね。どういう兵装になってたか。我が息、お聞きくだされ。早掛け？いや。早掛けは今必要ないよ。手まあ、まを打ずはとう。義重を先発させましょう。覚何悟はとしもあろ。れ、義重が敵部隊を発見いすざるの参がろう。最優先いですざから。進まん。我が息、お聞きくだされ。始めるぞ。で、肝心の騎馬隊源氏よ、は早々に森を始出めましょう。る森を。いや、前衛はね、結前。待て構豪の華間ですよ、こちらも。いざ真ん参る。中にいる前衛部隊は。なんと言っ始てめもよ。ね、義重、義満、氏郷、幸村なんで、かなり豪華な布陣にはなってるんじゃないかなとは思うんですけどね。始めよ。ただ、それ以命外じゃ。がね、やっぱりちょっとさあ、いわ行ゆる、こうぜ。始めるぜ。伊達軍に比べるとちょっと見劣りするかなって感じですね。このさあ、雪この村一に大気決づ戦はけ。どうしても勝利をしなければいけないんで、
これ負けてしまうと動画がボツになりますね。ゲームオーバーになる可能性が高いんで。敵の居所知れました。なるみつか。なるみつじゃないんですよね。いつもね、なるみつなるみつって呼んじゃって、なるみつじゃないですよって教えてもらうんですけど、何でしたっけ。ダメだ、ちょっと出てこないけど、なるみつじゃないんですよ。ごめんなさいね。なるみつなるみつっていつも呼んじゃって、その、なるみつじゃないですよってね、皆さんからちょっとコメントをいただいてしまうんですけど、まずは、ただ敵の突撃を受けているんで、これをうまくかわしてもらわないと、厳しいんだよな。で、奇襲を受けてるのはどっち？敵が奇襲を仕掛けてきたか。最初にお話した通り、敵は、伊達軍は相当に屈強なんで、これをどう対応するかっていうのは、初戦で決まると言ってもいいんですよね。でいきなり、特攻仕掛けてきてるやつがいるんだな。そうだね、伊達。これ、重実ですね。ごめんなさい。ちょっと今見ました。重実。なんで、まずは重実を壊滅に追い込もう。で、佐竹は前に出て、義満も前に出して、蒲生も前に出して、一応足並みを揃えよう。で、重実は強撃。さあ、行こうぜ。命令してくれ。始めるぜ。おごしお聞きくだされ。命令してくれ。さあ行こうぜ。六門戦の旗を掲げよ。まあ、重実を撃破できれば大きいからな。知れました。鬼義重が発動したものの、敵の本陣は奥深くだな。いや、見つけたか。さすが義重だ。義重が特攻を仕掛けてくれれば変わるぞ話は。重実をまずは完全に削り取るっていうところが重要だな。我が職、お聞きくだされ。覚悟しろ。命令してくれ。さあ、行こうぜ。始めるぞ。リッチ。命令してくれ。いざ参る。始めよ。命令してくれ。さあ、行こうぜ。さあ、行こうぜ。いやー、行ってほしいよ。重実をまず完全に撃破しておかないと話にならないな。で、片倉隊は鉄砲隊か。これ危険だな。一方的に打ち払われるのは危険なんで、そうするとだ、このまま一気に押し切りたいけどな。きっと、お、雨降ってくれたな、大きい。雨降ってくれたな、大きいよ。ゲチ、覚悟しろ。いざ参ろう。始めるぞ。参ります。始めるぞ。なんで、ちょっと氏里は一気に小十郎を狙おう。策で勝てるはずだぜ。いざ参る。始めよ。ゲチ。で、重実はもう逃がさない構え。完全に包囲線に持ち込む。今こそ雌雄を決する時。始めよ。命令してくれ。始めるぜ。独眼流に立てつくか。面白い。練り上げた軍略見せてくれよ。よく狙い。よし、重実を改装させた。改装させたらもうあとは放っておいて、残りの敵部隊の改装を狙いましょう。参ります。覚悟は良いか。始めるぞ。ゲチュ、始めるぞ。策がございます。いや、ここはね、もう重実は放っておいて、残りのもう一部隊敵を
このまま壊滅に追い込めれば、戦いに勝利できるんで、北隊に殺到しよう。北隊に殺到する方が多分現実的だな。で、吉重は命令がまだできないんで、吉重以外の部隊は全員北隊の攻撃に専念しよう。で、北隊を壊滅させられれば、戦意の面で完全にこちらに戦局が傾くはずですね。なんとか先に壊滅に追い込もう。策のあるものがいると。そうしたら無理に士気の落ちている草の隊は戦いには挑まずに一旦引きましょう。で、北隊に殺到したいんで北隊に殺到させよう。いざ参る。六門戦の旗を掲げよ。命令してくれ。この策で次のターン持ちこたえられれば、お聞きくだされ。なんとかなるな。止めてくれよ。これで政宗隊を撃破しよう。誰にも阻むことはできぬ。敵の居所知れました。油断したよ。よし、この合戦の勝利は大きいな。このままちょっと兵糧が続く限り、2つぐらいは城を落としてしまいたいな。お、北ちゃんが登用できる。いや、もう即登用でしょ、これは。即登用。で、ちょっとね、小十郎とか、正直言ってもったいないんですけど、処罰するのは。ただ、伊達家の戦力を削るっていう意味では、全員処罰しましょう。弟を殺されたわけだな、北ちゃんは。そうなると。まず、丸森城に対しては、強行で一気に決めよう。この城、雪村がもらい受ける。で、さらに転戦。いざ参る。出陣する。取り囲め。報告いたします。ね、兵糧がちょっと不足してきていて、兵糧の残りがないんで、早速ね。お、北ちゃんがこう苦しい胸の状況をこう押し込めて表情に参加してくれてるんだなっていう勝手な想像です。では、ちょっと見ていくと、北ちゃんやっぱやる気ないよね。さすがにやる気ないだろう、そりゃ。ちょっとここが再考させよう。北ちゃんの能力はそんなものではない。いやー、やる気ないね。まあ、そりゃそうだよな。やる気見せられてもちょっと悲しいから。これにて表情を終わります。まあ、北ちゃんを捕虜にしたみたいな感じですよね。商業行動回数増加。これ嬉しいな。ごめんなさい。ただ牧畜支援は結構馬産地はあったんでやっておきましょう。先にね、商業回数を入れておきたい気もするんですが、まずはその前にというところかな。あとは足軽の徴用を入れておいて、今だとこれくらいかな。神前効果上昇、いや、表情の活発の方が先ですね。北ちゃんとかね、やる気ない提案しかしてこなかったんで、さっきは。じゃあ、こっからになるんですが、まずは、内政で進出、お金が増えますっていうところと、あとはですね、全然お金がないんで、兵糧がないんで、佐竹さんから兵糧を1万もらいましょう。かしこまりました。で、さらに兵糧をもらう。かしこまりました。まあ、なんといってもね、最上はかしこまりました。
こちらの義姫がいますからね、義姫のためになんとかお米を分けてちょうだいっていうところなんですけど、では強行を仕掛けていきましょう。これも一気に決めたいですね。日の本一の強者、優秀絢爛の真田忍軍の解放ですね。ちょっと後で真田忍軍見ておきますか。見せたか。で、またこの2人を処罰していきましょう。学を取ったわ。で、さらに西山城へと転戦。一旦はここまでかなってところですね。で、そうすると、この後武将を入れておかなきゃいけないっていうのがあるんで、武将を入れるっていうのと、あとはせっかく志ね、見ておきましょう。領内に入った敵の兵糧消費が増えるっていうのが増えたんだな。不退転をちょっと早く欲しいな、不退転。大名部隊改装時に一度だけ士気が全回復、戦況が悪化しない。いやーこれ雪村早々に習得してほしいわ。であとは兵糧がもらえるかどうかだな。兵糧12,200、いやこれは拒否だな。今は伊達を徹底的に追い込もう。取り囲め。いや兵糧が尽きているというのは分かっている、分かっているんだけど、西山城は落とそう。金銭21,106はないもんだって。再交渉するしかないよ。最上は鉄砲3000。いやー鉄砲3000もないんだよ。佐竹は鉄砲3000ないんだよ。結構みんな厳しいな、いうことが。死ぬわけにはいかぬ。ただ城は取ったんで、これで一応登用できる人間は全員登用で、登用に応じない者は全員処刑だ。テルムネとかも処刑だな。もうこれ激怒するんじゃないかな。政宗はね、まあ、なんといっても一鳥橋の戦いでは親父をこうね連れ去られて激怒して親父もろとも殺したぐらいですからね。無念だ。よし、ここは一旦騎乗して、戻るぞ。で米が全くないんで、この状態ってかなり危機的なんで、この状況を打破するために何をしなきゃいけないかっていうのを考えていきましょう。今伊達に攻められても何もできないですからね。報告いたします。先月の収支です。そしたら一旦足軽の雇用を止める。小高とかで足軽の雇用を一旦やめましょう。まずはそうは言っても忘れないうちにやることをやっておきましょうね。で、まずは交渉で伊達に対しては講和を一旦申し入れましょう。でその上でまずは米を買おう。取引を行いましょう。取り計らいます。ちょっとしかないですけどね。ありがとうございました。で歩兵関係では小高から人を少し減らしましょうね。かしこまりました。いやなんで足軽のね数をちょっと減らそうとしてます。今足柄が多すぎる疑惑があるんで。なんで精鋭農兵をやっぱり一刻も早く入れたいな。言っても足軽の割合なんてね1割もないですからね。今見ていただいている通り。かしこまりました。
そうか。あれだな。伊達が結構しっかりがっつり足軽を登用してるな。これを見る限りだと。丸森とかも全然だな、はっきり言って。全く開拓されてないと言っていいな。やっぱり足軽が多いですね、こうやって見ると。伊達は。まあ、そりゃ強いわけだな。ん、ちょっと待ってくださいね。どこを見ればいいんだ？兵糧収入が下回ってればいいから、これだったらいけるね。おっと、これでもダメ？ちょっと待ってくださいね。城の兵糧収入が必要収入を下回りますって言ってますが、兵糧収入プラス41になってると思うんだけどな。必要収入が163。ああ、ここと見比べなきゃいけないってこと？ってなると、ここまでにしなきゃいけかないしんこだまりな。ました。全くと言っていいほど取れないな。結構無茶なことしてたんだね、政宗も。戦いのために。さあ、これであとは前線に3つの城を取ったので武将を入れていきましょう。まあ、ここはね、信頼が置ける人間を入れておきたいですが、そうなると田村、かしこまりました。で、丸森にも人を入れていきます。いわきを入れとく？いわきを。いや、大塚を入れよう。大塚がどこの城主にもなってないよね。なんで、大塚一族を入れてあげましょう。堀田作兵衛とかいるね。武勇が64。ちょっとかっこいいな。堀田作兵衛しかも。あとは、そうだな。北ちゃんは手元に置いておきたいしね。いや、北ちゃんは前線に置こう。承知しました。これで一通り武将を配属できたね。大高に集中してるけど、まあ、この後さらにね、伊達領へ進攻していくんで、兵糧が減り次第。その時に取っておきましょうというところかな。そうしたら、どうしようかな。状況を見ておくと、まずは伊達家に関しては兵数が8700か。で、兵糧収入は7760、人口3万6000。真田は、兵数はその倍に達したね。まあ、このまま一気に、最上、蒲生、あとは佐竹と組んで、伊達を食っていくっていうのが一番いいですかね。で、伊達と組んだ後に、さらにね、南進するのか、北進するのか、はたまた同盟を手切れして、同盟国に攻めかかるのかっていうのは検討していきたいと思います。というわけで、ちょっと時間も長くなってしまいましたんで、伊達包囲網戦、お届けしましたが、一旦ここで終わりにしたいと思います。というわけで今回はここまでにさせていただきます。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。